近い心理学。それではラジオネームダミンさん、ありがとうございます。ダミンさんですか。はい、貪る方のダミンですね。なるほどですね。何々自己愛性パーソナリティ症の人って日常に溢れていませんか？私の会社には自分の意見を押し通さないと気の済まない人が大量にいて、心身を疲弊させられてますというお便りです。なるほどですね。まず大変でしたな。大変です。で、何自己愛性パーソナリティ症っていうのはこれ何なんですか？これはですね、パーソナリティに、偏り等がある結果、生活等に問題を生じている人につく診断名ですね。なるほどです。まあ、すっごいマイルドに言ったけどさ。どういうことですか？自己愛の人はですね、はい、自分実はあんまり自信ないんだよ。どういうこと？自己愛なのに自信あんまりないので自分を傷つけられたりするのにめちゃくちゃ敏感で、だから自分が一番だから俺を誰も傷つけんじゃねえよってタイプらしいです。なるほどですね、うん、一時期流行ったよね 自己愛ね。自己愛って何の話？アドラーとかですか？いや、なんだっけ。でもさ、なんだ、うつ病が流行った後に大人の発達障害が流行ったじゃん。でその後に2010年代後半ぐらいに結構自己愛流行った気がするよ。あ、そう。書籍もちょいちょい出たと思うし、あれなんで流行ったんだろう。まあ、なんか聞く時期は確かにあったような気もするし、なかったような気もするしって感じですね。でもあったんですね。うん、結構だからさ、一般書籍で取り上げられたのかな。でそんな自己愛って結構出てきてたけどね。あ、そうだったんです。まあまあ、でもそれがね、どこまで何なのか分からんけれどね。なんかまあそういうね、心理系の概念がブーム来るっていうのは定期的に来ますからね。なんだっけ、傷つきやすい人、HSP、繊細さんとか。そうそう、ああいうのね、流行るからね。あと自己肯定感だっけ。そうですね。で、今回のダミーさんの場合は、なんか職場の方が自己愛でっていうのは、そんな感じなんですか？自己愛で。まあでもいるかもね。いるかもなって気はするけどね。まあ病気の名前がつくかどうかは何とも言えないですけど、まあそういう傾向を持ってる人はまあいらっしゃるかもしれないですね。で、ここで自己愛性パーソナリティ症の方が困るのっていうのは、マウント取ったりさ、することが結構あるみたいなんですよね。ああ、そうなんですね。自分はこんだけすごいんだからみたいな。なんかこんだけ俺優秀なんだから、俺の言うことで合ってるから、俺と意見が違う、お前が間違ってるみたいな感じで、相手を下にしてしまった形での表現っていうのが、やっぱその自己愛性パーソナリティに結構多いみたいなので、そうされると、まあやっぱり同僚としては嫌だよねっていう。まあ確かにそうですね。そういうところの要素が、まあ、自己愛っぽい要素みたいな感じなんですかね。まあ自己愛っぽい要素ってことだろうね。でもこれってあれでしょ、なんかパーソナリティって人それぞれなんかパラメーターみたいなもんだから、誰しもが自己愛っぽい要素の強い弱いはあれども、まあ、そういう要素もあるんですよ、あると思うよ結構。でそれがまあ如実に出やすい人っていうのもね、確かにパラメーターの特性上いらっしゃるでしょうね。年代とかってどうなんだろうね。20代とかの方がなりやすい的な話ですか？実際にそうかどうかは別として、まあ、その50代の方がなりやすいとかさ、そのあたりどうなんだろうな。ちょっとそこまでは俺データは持ってないな。まあお困りのようですからね。でもあれか、パーソナリティだけじゃなくて行動様式な気もするけどね。ああ、なんか今のその行動様式派ですよね、パーソナリティ。まあその表現される形がね、そこがまあ見やすいからさ。ああ、うん、まあでも疲弊されてるんだから、あんまりね、あんまり近寄らなくてもいいんじゃないかなと思う。まあ、岩野さんがよく無理なさるなと言いますが、無理なさるなですかね。はい、はい、無理なさらないでくだされ。バチコイ心理学。岩野がやっている認知行動コンサルティングオフィスでは、研修の講師や個別のコンサルティングを受け付けております。詳しくは概要欄からぜひ。